はい、前回ヤシの木を切って、で今日は重くて片付けられないんで、どんどん半分ぐらいから半分半分みたいな感じで持てるところまで切っていこうと思います。泣くことないよ、思ってるほど人は弱くはないし強くもない。泣くことないよ、いくつも並べて転がしてるよ。もう増えないように呪文をかける。消してしまいたいこと、忘れられないこと。